皆さんこんにちは、水戸ファンよさこい連です。本日3回目最後の演舞になります。演舞のテーマは決戦、激しい戦いの先にある勝利をイメージして作られております。辛いこと、悲しいこと、苦しいことたくさんあるかと思います。もしかしたら嬉しいことや楽しいことより多いかもしれません。そんな時こそこういったイベントを楽しんで前を向いて私たちの演舞がその一助になればと思います。精一杯演舞いたします。ご声援のほどよろしくお願いします。お願いします。血と汗と涙を流せ、水戸藩よさこい連最終決戦、いざ。これで合唱
ありがとうございました。